はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は10月4日、金曜日、時刻の方は22時32分でございます。えー、っと、マックスさんかな。で、ね、投稿もらいました。えー、おじいさん、お疲れ様です。えー、話題は違いますけど、アマゾンに弓デジの公式ショップのページがなくなっています。え、ストアフロントです。フラグ ショップはあるけど撤退ですかねそれとも中国は連休中だから消したのかないや今週週末までだからもうもう終わりなんだよもうね8日が連休明けなので復活することを願います動画制作を頑張ってくださいということだよねありがとうございますえっとね元気なおじいはえと毎日読出地のページを眺めててで ちょっと前から気がついてたのは、この S3Pro のね、このリンクがあ在庫切れになってて、それで S3Pro があの復活しないっていうかね、もうこのページは復活しないんだろうけれども、の他の要は、あの、アシン番号で復活しないっていうね、S3 自体が今ない状態だったんだよね。で、これ以外の商品はあのちゃんとあったわけで、 で、X が追加されたんだよね。なので、OG、えー、のリンクも新しく全部ね、作り直したところです。まあ、そうしたところ、これがね、弓デジ X があ在庫切れ。これがね、えー、X が在庫切れ。そして、えー、パワー e、ね、はい、パワーも在庫切れ。ね、で、F1 プレイ。ね、F1 プレイも在庫切れ。 そして A5 プロも在庫切れ。そして A3 プロの 32GB 版、在庫切れ。そして F1 レッド。これは昨日、タイムセールだったんだね、これはね。で、これも在庫切れ。ということで、このユミレジの公式のショップがなくなってしまったということだよね。 それで、えっとね、フラッグシップは確かあるんだよね。でね、えーっとね、こうして一連見てて、弓デジがね、えーっと、ちょっと待ってね、弓デジでググると、フラッグシップと、あとなんか、あのへんとこりんなお店がね、あの、何か所かあるよね。で、こうしてみてね、 えっと大体この紫とは、これあのフラッグシップでまあこれも一応公式、公式なんだけどね。ちゃんとね、オフィシャルっていうか公式なんだよね。メーカー直販店とか。で、こ,この黒いオフィシャルっていうのが、これが確か、これはフラッグショップか。これは OK だね。どこだっけ えー、ここら辺はもう違うところが売ってるんだっけうーんと。あ、これもフラッグショップだね。えー、っと、なんかね、なんとか屋っていうのが売ってよね。なんかドコモとか,なんか、いろんなのが扱ってるところがね。これかなメーカー直仕入れあれおかしいな。さっきまでね、へんてこりんなところいっぱいあったんだけどね。うん まあ一応これも公式っていうことでね、でこっちの方がほらあの値引きが大きいんだよね、でただこっちの方はあのアマゾン発送じゃなかったような気がするけど、でもこれアマゾン発送になってるね、これ、あれだね、アマゾン発送の方は安いのずっと継続してるんだね、これね。ああののこっちはさ安いんだけどあの前 現地直送だったよね、昔ね。で、アマゾン発送がなかったと思うんだけど、これが、だからタイムシェル同等の値段で売ってるってことだね、4500円で。だから2万5499円ってことこれ、ね。うん。まあ、昔も今も変わらない、これ、あの、底値だよね、これね。あの、S3 の、これ以上安くは出さないよね、いつも。うん。で、 あ、変なことしてる。これね、あの、な、あのね、ちょ、ちょ、ちょっとね、いや、これね、これ、またあの変なのあるんでしょう。これ、またあの、いかがしショップのぶら下がりじゃねえのこれ。えー、っと、あ、こんなとこに s 3がある。こういうトラップ仕掛けんの、このフラッグショップ、ね、あのー、 A3、<laughs> A3 で、で、一番右に S3 を置いてんのなんていう売り方してんだよ。それで、あの、評価が、じゃでこの評価、どうなってんだよ、これ評価は。これ、えー、と、これレ、レビューするときに、これ一番下まで行って、で、あのー、 えっと、カスタマーレビュー全部を見るにして、それで、えっと、フィルターかけられるんだよね。で、ここのところで、ちょっと待ってよ。よいしょ。形式を、グレーのレビューのみ、こうじゃないね。えっと、これどこだっけグレーのレビューのみ、そうじゃない、そうじゃない。うんとね、カット。 たものが出るんだよね。まあ、色ブラックあれ何のブラックかわかんないじゃん。ブラックブラックブラックあわかんないねこれねわかんないねこれね <laughs> ち,ょちょっとちょっとわかんないねこれね <laughs> やばいあのー、フラッグシップやべえなここちょっと、うん、まあ、そんなわけでねまあ弓でちが今ね。 あのお休みだから撤退なのかなってねあの、まあ、過去にも同じようなことあるんだよね全部一回なくなっちゃってねであの休みの終わりのが確かに8日,8日なんだけどでもなんであの今日消すのって感じでそうでしょなんで今今日消すのって感じなんだよおかしいでしょだからもうちょっとさ休みの入る前に 消すんだったらわかるけど、あのー、休みの間に向かってコントロールしてちゃんとやってるってことじゃんね。で休みだからあのー、消すんだったらこっちの公式のフラッグショップの方もあのー、一回消すでしょ何をもってあれなんだろうね。で消したページで復活しないでしょまたどうして新しく出すでしょうん。んねなんでなんだろうね。 大体ね、まあ、のリンクいつも変わるから新しくリンクこうやってさあの全部作り直すとさすぐにあの巻かれるんだよね、うん、まあいつもの手口なんだけど、うんね、やわけわかんない本んとフラッグシップだと X の販売がないのかね、うん 日本撤退ってこというこはないでしょうあの日本市場あの何にしてもほら、プレゼント企画にしてもね、日本人の当選ね、あの出るわけだし、ね、1人だけだもんって2人とか3人とか出るわけだしね、あの日本がかなりあの大きなシェアだっていうのをね、ターゲットになってるんで、日本がね。だからね、日本の撤退っていうのはありえないんだけれども、 日本の撤退はありえないけどでも弓ジがねいろんなものに対してンチキなものを出せたとしたらあの強制的にアマゾンに消されるあのショップ自体をね消される可能性があるよね。なのでねそこら辺の可能性がゼロではないよね。ロではない なのでねユミデジの商品自体がどうのこうのってより、一ああ回ユミデジが消したのか消されたのか、どっちなんだろうねってことなんだよね。あと、ほら、ちょっと前にあのジャックリージャパンのねポータブル電源とか、あのと同じで、なんかトラブルで一回あの消えちゃう場合もあるし、アマゾンのサーバーのトラブルで、のそのショップのあれがみん中で消えちゃう場合があるんだよ。そういうい場合も あるのでわからないまあどの道ねすぐに復活すると思うよ。うんね、まあこうやって見てもね読売地が買えなくなったわけじゃないんだよね。まあでも読売地がなくなったらあのみんな寂しいでしょなんだかんだ言いながら <laughs> ねえ寂しいでしょ。みんなの日本人はみんなドエムが多いからね。うん 「これが動かねえんだピットが悪れんだよ」とかで、ね、言いながらねみんなド M が多いからね <laughs> はいそんなわけでねまあどうせすぐ復活すると思うよなんだかんだ言いながらね、うん、で海外通販で押してまで買う価値はおじいはないなと思うんだけどねアマゾンだから買うけども あの海,海外の個人輸入してまで買うものではないと個人的には、ね、そう思うよ。ねうん、はいそんなわけでね、えー、情報をいただいてありがとうございました。まあ、どうせすぐに、ねまあ、復活すると思うよ。ねえー、でも、まあ、おじいも今びっくりしたんだね本当ねどうしたんだろうと思ってまたあの公式が復活したら誰かねいち早く教えてください。そんなわけででおじいでしたまたまねババイバイ